森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学。中日新聞。菅氏追加給付金も視野の森林役。まあね、まあ自民党総裁選、菅じゃなかった石破、一人一人に居場所があり、一人一人が幸せを実感できる国と、まあ写真でね、こういうふうに、この国にどうあるべきかと、どういう国を目指しているかと。あまりにも概念的でね、まあ居場所、まあ刑務所でも居場所だし、まあそれはまあ堀江門がね、証明してるけども。そして幸せを実感できるって、幸せってさ、まあ、また堀江門言っちゃうけど、刑務所の中にいても幸せと感じることができるっていうね、まああまりにも漠然としすぎて、別に思い込めば幸せなのよ。私幸せと思い込めば幸せなの。菅、自助、共助、公助、そして絆、規制改革と。まあ石破よりは具体的かな。まあ自分でまずやって、で共にやって、で公助、政府とかね、自治体とかに頼ると。でそれらの絆、そして規制改革と。まあ安倍政権と同じような考え方なのかと思う。まあ最初から公助を求めるなよと、まあ、と思うんだけどね。本当に日本人もだん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 とね、変わってきちゃったからね。で、岸田、論語と三番。まあこれなんだと分かる人がいるのかな。パッとこれを見せられて。まあ渋沢栄一というまあ人のね、渋沢栄一って誰みたいな。それぐらいだと思うんだけども。で、論語と三番って、これ全部中国でしょ。今、米中で大変な時になってるのに、中国、これ、岸田って親中派なの。政府コロナ対応、全国知事ら 82% 前向き評価、GoTo 批判もと。政府の対応に関する知事らの評価と、適切だった 3%、おおむね適切だった 73% と。だからまあ、適切だったというのは合わせて 76%。知事がね、答えてるからね。GoTo 批判も、批判があるんだ。地方に混乱を招いた。一部の政策に不満があると。誰が言ってんだかって、これ全部ね、あまり適切ではなかった那覇、佐賀、まあこういうふうにちゃんとね、表公にした方がいいよ。誰がどんなこと言ってるのか、せっかくね、新聞という紙面があるんだからね。まあこれはいいところもあれば悪いところもあったっていうことだと思うんだけどね。防犯カメラ、SNS 画像、顔認証操作、全国で。今年の3月から始めていたと。これはね、どうなんでしょうね。まあ、中日新聞はね、一方、プライバシーの侵害につながるとの懸念があり、運用実態の公開などを求める声も出そうだ。高かった、中日新聞、本当にこんなことばっか書いて。出てから言うつ。で、過去に逮捕された容疑者の顔写真約1000万件。で、免許証の顔写真は照合に使わないと。これ逆に免許証の写真というか、もう全国も免許持ってる人間は、
顔写真ついてるわけだから、で、もうちょっと、もう少ししたら多分、マイナンバーカードね、みんな登録したら、基本的に子供から何から全部顔写真付きの、マイナンバーカードを持つようになれば、それに持たなければ生活できないような状況になってくれば、顔写真が、全国民の顔写真が、一応登録できるということになると思う。だから、まあ、それをどこまでやるかなんだけれども、まあ、僕個人的なところではね、もう本当に全国民をね、登録しちゃった方が早いんじゃないのと。その運用ね、使い方の問題なんだから、まあ、こういうことができるようになると、それを悪いことに使おうと、悪いことに使おうとする人が出てくるから、それが問題であって、悪いことに使わなくてね、いいことに使えば、つまり犯罪ができない状況を作ると。まあ、中国みたいにね、悪さができないと。その悪さっていうのはあくまでも犯罪であって、思想だとかね、宗教だとか、そういう、プライベートなことに関しては、踏み入らないで、あくまでも、法を守るための犯罪には、顔写真を使うと。まあ、例えば、これ免許証の顔写真は使わないってなってるけども、まあ、スピード違反だとかね、飲酒運転とか、これ犯罪でしょ。だから、免許証でも、要するにそういうふうに、違反をした人、信号無視でも、何でもかんでも、とにかく一度でも違反をしたら、もうそれは登録と。まあ、それぐらいはしちゃってもいいんじゃないかと思うんだけどね。せっかく免許証の、顔写真を撮っているわけだから。それをパソコンに、まあ、パソコンにっていうか、あれ、顔写真撮ってる時にもデジタル化されてると思うんだけどもね。それを、一度でも交通違反をしたら、登録すると。犯罪者として。で、称号に使うと。それぐらいやっちゃってもいいんじゃないのかなという、まずはね、感じがする。鍵山。古西市長が再選出馬の意向と、まあ、46歳ということでね、まあ若いね、これ何期目なのかな、2期目なのかな、まあいいんじゃないですか。今日の紙面のところで、あんまりパッとしたものがないといったところで、中日新聞の新聞欲。